この美しき青い星において私たちはまさに異物なのだ。ヘレナ・ヘーゲル総長、同じくパイロットの宮で、狙撃作戦って聞いた？緊張しちゃいます。私が二人とも援護する。どうするこのまま一気に決めるぞ。私の切り札いくぞ。総員第一種戦闘配置。ノイジーフェアリー隊に着任したアルマ・シュティルナは、仲間と共に激動の宇宙世紀 00079 を駆け抜ける。最前線で戦う彼女たちに予測不能なミッションが待ち受ける。機動戦士ガンダムバトルオペレーション2の操作官はそのままに、両機を率いた戦闘が鍵となる。私らのコンビネーション見せてやろうじゃないの。突撃して。了解。任せてみない。ターゲット決定。攻撃を集中させて。任せてください。任せてみない。こうなったら奥の手だ。本編以外にもさまざまな戦闘が楽しめるシミュレーター、バトオペ2の練習にも最適なポストマッチや訓練モードのように、あまたの戦闘経験が彼女たちを強くする。さらに基本プレイ無料の機動戦士ガンダムバトルオペレーション2とセーブデータ連動タイプ、コードフェアリーで条件を満たせばコードフェアリーで登場するモビルスーツを獲得できる。またバトオペ2で条件を満たせばコードフェアリーで新たなミッションが解放される。レリカのスミア先生。了解。撃ちます。敵さん狙い通り食わなきゃ。決めます。ヘレナミア合流して帰り討ちにしてやろう。待ってください。叩きつけてやる。おい、あれはやばい。スモンの悪魔どもに私がやる。この恨みを急ぎです。それでも私は負けられない。機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリー、11月5日より順次配信予定。